第3代ライズバンタム級王者決定戦準決勝、3分3ラウンド無制限延長ラウンドにて行われます。アウコーダーの伏見和之選手には大津屋不動産株式会社林誠一様より激励書が届いております。そしまして赤コーナー大工選手には本土気持ち、佐藤和明様、佐藤機工株式会社代表取締役野尻義文様、株式会社 J アーク青木秀丸様より激励書が届いております。Round 2!
攻撃が禁止されております。今後の注意が青コーナー伏見選手に与えられます。ベルト取ります。